ます。県が進める県域水道一体化事業の協議会が昨日開かれ、知事と市町村長らが奈良市が参加しない場合の経営の見通しなどについて議論を行いました。施設の老朽化などへの対策として県内市町村の上水道事業を統合する県域水道一体化事業をめぐり、奈良市は今月4日不参加を表明しました。これを受け、昨日開かれた協議会には奈良市を除いた26の市町村と県などが出席し、奈良市が参加しない場合の経営の見通しや見直し点などを確認しました。それによりますと、奈良市が参加しない場合の市町村の水道料金は当初の計画から令和7年度時点で6円値上がりするものの、別の会計区分での運用が決まっている葛城市と大淀町以外は単独経営を行うよりもメリットがあるということです。また現在オブザーバーとして協議会に参加している大和郡山市については、参加に向けて市の意見を聞きつつ調整を進めることなどが確認されました。それぞれの自治体は来月に開かれる次の協議会で参加するかどうかの最終的な判断を示す予定です。老朽化対策をまだまだしなきゃいけないというところがありますので、結束して老朽化対策を十分進めていこうという意思を感じたものでございます。